県は今日午前10時までに新型コロナの検査を213件行い、143人の感染が分かったと発表しました。自治体別では金沢市が58人、小松市と白山市がそれぞれ18人、加賀市が14人などとなっています。感染経路別では感染者と接触があった人が39人。 今のところ経路がわからない人が全体の7割以上にあたる104人に上ります症状別では無症状が5人、軽症が136人、中等症が2人でしたまた県は1人が死亡したことも併せて発表しましたゴールデンウィークは帰省や旅行で人と接触する機会が増え感染リスクが高まる恐れがあるため 県は改めて対策の徹底を呼びかけています。